キリストイエスのしもべ福音、神の福音のために選び分か別れ、分され、召されて、死ととなったパウドから、この福音は神が預言者たちにより、聖書の中であらかじめ約束されたものであって、御子に関するものである。御子は肉によればダビルの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死人の中からの復活により、道からをもって神の ミコトを定められた。これらが私たちの主イエス・キリストである。私たちはその皆のために、すべての違法人を信仰の従順に至らせるようにと、彼によって、恵みと死との務めを受けたのであり、あなた方もまた、彼らの中にあって、召されたイエス・キリストに属するものとなったのである。ローマにいる、神に愛され、 召された生徒一,生徒一同へ、私たちの知なる神及び主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるようにまず第一に私はあなた方の信仰が全世界に伝えられていることをイエス・キリストによってあなた方一同のために私の神に感謝する私は祈りの祈り旅ごとに絶えずあなた方を覚えいつかは身胸に にかなって道が開かれどうにかしてあなた方のところに行けるようにと願っているこのことについて私のために証しをしてくださるのは私が例により巫女の福音を述べ伝えて仕えている神である私はあなた方に会うことを熱望しているあなた方のに例のたまものを幾分でも分け与え力づけられているからである それはあなた方の中にいて、あなた方と私とのお互いの信仰によって共に励まし合うために他ならない。兄弟たちよ、このことを知らずにいてもらいたくない。私は他の異邦人の間で得たように、あなた方の間でもう幾分かの身を得るために、あなた方のところに行こうとすれば。 としばしばば食われれててたが今まで妨げられてきた私はギリシャ人にも未開の人にも賢い人にも無知な者にも果たすべき責任があるそこで私としての切なる願いはローマにいるあなた方にも福音を述べ伝えることなのである 私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させよう神の力である。神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きると書いてある通りである。 神の怒りは不義をもって真理を阻もうとする人間のあらゆる不信心と不義とに対して天から啓示されている。なぜなら神について知りうることがあが柄は彼らには明,明らかであり、神がそれを彼らに明らかにされたのである。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神聖とは のこの方、非造物において知られていて明らかに認められるからである。したがって彼らには弁解の余地がない。なぜなら彼らは神を知っていながら神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからである。彼らは自ら死者と称しながら、 愚かになり、不朽の神の栄光を変えて、朽ちる人間や鳥や獣や葉物の像に似せたのである。故に神は彼らが心の欲情に駆られ、自分の体を互いにはに恥ずかしめて、汚すままに任された。彼らは神の真理を変えて、 狂気とし、創造者の代わりに被造物を拝み、これに仕えたのである。創造者こそ永遠に褒むべきものである。アメンそれゆえ神は彼らの恥ずべき情欲に任せられた。すなわち彼らの中の女はその自然の関係を不自然なものに変え、男もまた同じように女との自然の関係を捨てて、 互いにその情欲の炎を燃やし男は男に対して恥ずべきことをなしそしてその万業の当然の報いを身に受けたのであるそして彼らは神を認めることを正しいこと正しいとしなかったので神は彼らを正しからぬ思いに私なすべからざることをなす に任せられたすなわち彼らはあらゆる不義と悪と貪欲とを悪意とにあふれ妬みと殺意争いと詐欺と悪念とに満ちまた三元す,する者そしる者神を憎しむ者不尊な者高慢な者 体現相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者となり、無知、不誠実、無,無,情無慈悲な者となっている。彼らはこうしたことを行う者どもが死に値するという神の定めをよく知りながら、自らそれを行うばかりではなく、それを行う者どもを善人さえしている。 Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he has promised afore by his prophets in the holy scriptures concerning his son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be a son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead, by whom we have received grace and apostleship for the obedience, to the faith among all nations for his name, among whom ye are also the called of jesus christ to all that be in rome beloved of god called to be saints grace to you and peace from god the father and our lord jesus